竹久健成は、日本の政治家、岡山県瀬戸内市長、元奥町議会議員、岡山県瀬戸内市出身、岡山県立岡山三沢山高等学校卒業、1996年4月から2000年2月まで奥町議会議員を一期務めた、2001年9月、バーミンガム大学公共政策大学院に留学、2003年12月、 同大学院修士課程修了。2003年10月から2009年6月まで、監査法人、東松の大阪事務所パブリックセクターのシニアマネジャーを、務めた。2007年4月から2015年9月まで、関西学院大学専門職大学院、経営戦略研究科准教授を務めた。2009年6月9日付で、 瀬戸内市長の島村俊一が健康上の理由により辞職。同年7月12日告示。7月19日投票の市長選挙に出馬し無投票で初当選した。2013年、無投票で再選。2015年3月、京都大学大学院経済学研究科博士、後期課程終了。2017年、無投票で参選。 2020年に国宝の太刀である山取り家のクラウドファンディングに成功したことから岡山県の地域振興に貢献した人物などを称賛する第17回岡山武蔵クラブ大賞特別賞で大賞を受賞した2021年6月6日投開票の市長選挙で元おさ船町議の岸里氏を破り四選ありがとうございます